リコテンの春休み、イエーイ。本日パーソナリティ務めます緑色担当からということ、赤色担当猫美ちゃんぱと、水色担当みなもかほと、紫担当しずきとわです。リコテンです、お願いします。お願いします。さて今日話していくことは今までで、はい、恥ずかしかったエピソード。なんですけど、はい、もう撮り始める前に、うん、なんかちょっと何あるかなって話、あるかなっていうのを話してたらさ、うん、どんどんなんか小さい恥ずかしい話が出てきて、そっちの方が盛り上がってたんで。そうだね。また撮り始める際の方で、ね、盛り上がるよね。そうなのよ。急遽始めたんですけど。はい。とりあえず、まあ、恥ずかしかったこと、うん、ありますか？なんか今ちょっと些細なことを思い出した。あのね、ポテトチップスね、うん、最後食べるときこうさ端っこに寄せて口の中入れるじゃん、うん、その時にさ上の方に残っとってさ目とかに入れてきたじゃん。ある、はい、でさめっちゃある一人で私何してるんだろうってなってる時は恥ずかしいなってなっていいな、そのちょっとしたエピソードいっぱい喋っていくのめっちゃおもろいね。たちなんかある、ちっちゃいエピソードでも、ちっちゃいエピソード大きいのでもいいよ。大きい大きいのこそないけど別に。なんかあります。なんかトーチ普段から厚底履いてるじゃない。うんうん、で新品の厚底を買ったのね。うん、でその厚底があの12センチとか結構高めの厚底で、ルンルンで歩いてて、うん、あのコンビニに行こうと思ったの、うん、コンビニ入る手前で大ごけして、うん、その時店内誰もいないし、そのコンビニまでの道も誰もいなかったから、うん、よかった誰にも見られてないって思ったのに、うん、こうお会計する時に店員さんにあのさっきこけてましたけど大丈夫ですかって言われたのが恥ずかしかった。恥ずかしい。黙っといてくれよ。そう。言わないで。でもそれならその時に大丈夫ですかって言ってほしかったよね。そう。あの後から言われたのがさらに恥ずかしかった。確かに。確かにね。見られとったんやね。そう。ちょっと厚底に被せて厚底の話していいですか。はい。絶対厚底エピソードあるよね。ある。なんか自分、なんか昔さ、厚底と一緒にズボン、なんか裾が広がってるズボン履いてたのよね、うん、で自分友達とこの後マック行こうっつってマックめっちゃ好きだからルンルンでさスキップしてたのよ、うん、そしたらさズボンの裾広がってるからそこに厚底がガッて入ってこけたよね、うん、足が見たことない方向になっちゃって、うわなんかさっきまでルンルンでスキップしてたのに恥ずかしいっていう気持ちなんだけど周りはめっちゃ心配してんの。で自分はもうあの恥ずかしいの方がでかすぎて痛いとかよりもっていう恥ずかしいエピソード結構今回で終わるんだけど話、うん、ズボン広がっとるやつってたまにかかととか引っかかるんよ。そうそう。で救急車呼ばれた。えそこまで。そう、あのもう本当多分変な方向に曲がってたから。でも、まあ、自分はと失敗してよ。今は恥ずかしい。マックルンルンで走ってきてた人だよ。恥ずかしい。そうなの。ある？でもなんかそれに近しいことだけどさ、うん、病院とかでさ、うん、なんかその症状、ま、怪我とかもそうやけど、うん、になった。うん、なんか原因っていうか心当たりみたいなのをさ、うん、話さなきゃいけないじゃん、うん、それがしょうもなかった時めっちゃ恥ずかしい。あー、わかる？確かに。わかるよ。なんかあーそういえば雨に濡れてそのまま吹かずにエアコンに当たって濡れたなとか、うん、確かにね。もう圧倒的自分が悪いんですけどみたいな理由を話すのが恥ずかしい。確かにね。私は今また思いついた。あのね、冬は大丈夫なんだけど、うんうん、夏になると、まあ、半袖で袖が短くなるじゃん、うん、でさ、私ご飯お部屋に運ぶときにお盆に入れて運ぶんだけど、うんうん、扉がこう、なんていうの、ドアノブ、うん、ドアノブなんだけど、お盆持って半袖で通ろうとしたら、うん、あのそこにパーンって入ってさドアノブに、うん、よくさ引っかかることがあるなっていう。それよくある。よくあるよね。よくある。みんなある。あの L字みたいになってるやつでしょ。そうそうそう、手が飛び出てる。もう誰ってなるんやけどドアノブなんよね。うんってなるね。なるなる。よくあるね。あれは
ともう一個あれやけどね、はい、いっぱい出てくる。あのね、小さい頃にね、うん、おばあちゃんが原付でお仕事行ってたから、帰ったら絶対走ってね、おかえりって行きよったよ、うん、やったらやバイクの音して帰ってきよったから、誰かが、うん、おばあちゃんの方に走って帰りって言ったら全然しない人やってそのまま走り抜けてたけどおばちゃん帰りって言いながらすごいそれ恥ずかしくて人間違いそう本当にすごい今思い出して恥ずかしいエピソードで言われてすごいごめんなさいって感じ、その人に確かにね、人間違いはめっちゃ恥ずかしいかもしれない。めっちゃ恥ずかしい、何回かしたことある。ある、ね、本当にすいませんでしたって感じ。うわ、恥ずかしかったかと思い出した。何出てくるね、これ考え始めたら、うんうん、意外と出てくる。やばいやばい。仕事終わりにね、うん、あの、まあ、晩ご飯作るために買い物に行ったのよ、うん、スーパーに、うんうん、で、スーパー入るとき自動ドア開くじゃん、うん、開いた瞬間にいらっしゃいませって言っちゃって、恥ずかしかった。オフなのにね、もう、まあ、え、なんだったの。いや、わかる。しかもお客さん見たらいらっしゃいませ、こんにちはとか言ってそうそう、プライベートなのにね、そう、お辞儀とかしちゃってそう、あれ恥ずかしい。あれなんなんやね。これ自分恥ずかしいエピソードじゃないけど、ダイソーさんで買い物してたら全然普通の服なのに、おばあちゃんにあの、すいませんって声かけられて、うん、なんか当たり前の店員さんかのように、これってどこにありますかって聞かれて一生懸命一緒に探したエピソード。ただの親切な人です。でもおばあちゃん多分店員さんだと思ってたのよ、ずっと。なんか、ね、不思議なエピソードこれは、うん、あ、それはよくあるかもしれない。ある。田舎だとあるかもしれない。普通に聞かれる。難しかったエピソードってあんま言いたくないはずなんで、ね、あ、あったあったみたいな。今思い出したわ。はい、あの普通に歩きながら、うん、友達とか家族とかと喋ってて、うん、で普通に喋ってんね。うん、でずーっと喋って喋ってねって言って後ろ振り向いたら、うん、おらんくて。もうあの知らん人しかいない周りだから。うん、ずっとでっかい独り言言ってるだけだったっていうのに気づいた瞬間がすごい。よくある、よくある。団体行動しちゃって、ね、なんかすごい騒いでて一人で、うん、気づいてる一人で、ずっとそろそろで走って私みんな探しに行くもん。すっごいなんか熱くなるよね。熱くなる、熱くなる。ねえ、誰かにやってみようや。どう言ってるの。ね、しかもそのねとかって言って振り向いた先にさ、うん、ちょうど人がいて目が合った時めっちゃ気まずい。すってなる。すってなるよね。すぐさま携帯耳にやりたいもん。あれ違った。電話中。よくあるな、それは。みんなの恥ずかしいエピソード出し終わった？うん。なんか考えついとったやつは何やったの？そうです、さっきのおばあちゃん。ああ。走り抜けてて。走り抜けて。ちっちゃいことはいっぱいあるね。さっきのいらっしゃいませのさ、上級恥ずかしいなんか知らんけどさ、自分もメイドさんしてるじゃん、うん、あの別のバイト先で、うん、あのお帰りなさいませって言っちゃったこと、あお客さん来て、うん、めちゃめちゃ恥ずかしいよあれ。確かにね、うん、お帰りなさいませ、うん、うん、ってなるやんお客さん。お帰りなさいだったら、うん、まだマシやけど、そうそうそう、お帰りなさいませだったらちょっとね、どういうことってなるね。ダメだなと思って。無意識だよな。無意識。なんかありそうなのに出てこん。さっき、待って、なんか途中からさ、喋、うん、ってる途中にさ、ラジオつけようつけようってつけたけどさ、ラジオ前に話したっけ、ラジオ後に話したっけってなってるんだけど。2つぐらいしか喋ってない、ラジオ前は。うん、お釣りの計算とか。あれさ、自動…釣り線、うん、自動釣り線じゃない、セルフレジか、うん、が導入されてからわからんかった。え、なんか上に合計、下に入れた金額、一番下にお釣りっていう感じでセルフレジで表示されてるじゃん、うん、なんか数字が3つあるせいで、なんかパッて急いで見た時に一番上が合計なのわかるんだけど、お釣りの方見ちゃってなんか小銭足して意味わからん状態になっちゃう。そうそうそう、たまーにあるかもしれない。そうやね、恥ずかしい。あの有人レジで
私よくペイペイ使うんだけど、うん、ペイペイでって言って画面出して全然違う画面開いてる時だからなんか LINE のトーク画面とか開いとってめっちゃ恥ずかしい時、あのーって言われて、あ、すいませんって疲れすぎじゃない間違えた。恥ずかしいことっていっぱいあるね。そうね、うん、なんかあった。まあそんな感じでみんなの恥ずかしいエピソードいっぱい書いてください。聞きたい。書いてほしいし、共感できるようなことがあったら教えてください。お願いします。はい、ということで本日も、あ、違う、本日パーソナリティ、本日違う違う違う、皆さんの羽も休めることができましたでしょうか。本日パーソナリティ務めましたは、かなたゆうかと、ねこみちゃんぱと、みなむかほと、しずきとわでした。また夢でお会いしましょう。おやすみ。Thank you.